12月9日、ただいまの時刻は8時を回りました。ガルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日のお相手はユーミーこと池代由美子です。これからの1時間どうぞよろしくお願いいたします。ということで、雨天続きの湿度もたっぷり、まだまだ木枯らしとは縁がない沖縄県那覇市からお届けしております。本日は週の真ん中水曜日ですが、うるわしのコリンさんにピンチヒッターとして召喚していただきまして、本日はモーニング那覇金曜パーソナリティユーミーこと池代由美子がお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。コリンさんファンの皆様すみません、今週は特別企画スイッチということで、水曜日に私ユーミーが、そして金曜日にコリンさんが登場いたします。金曜日はモーニング那覇の後も9時半の枠でコリンの小部屋という可愛らしいコリンさんの、ね、番組がありますので、今週金曜日はコリンさんフィーバーでございます。楽しみにお待ちくださいということでね、今日は水曜日ですはい、画面を見てあれ今日金曜日と思った皆様すみません、今日は週の真ん中水曜日でございます。よろしくお願いいたします。はい、12月もね、早くも10日が過ぎようという今日この頃、街はすっかり冬の装いではないでしょうか。沖縄県もね、徐々にクリスマスの雰囲気が出てきております。本日は冬の夜の名物イルミネーションをテーマに皆様とお話できたらなと思っております。イルミネーションに関する思い出やエピソード、そしておすすめスポットなどなど、皆様のメッセージお待ちしております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またですね、この放送はリスラジで全国からアプリでお聞きいただけます。そしてツイキャスと YouTube ライブでは動画配信もしております。ツイキャス、 YouTube ライブですね、 YouTube ライブの方は FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページの方からお楽しみいただけますので、ご都合に合わせてそれぞれの媒体でお楽しみください。ということで、本日はユーミーがお送りします。早速朝にメール届いていたのでお読みします。おはようございます。95年ドラフト1位で、これは京都工学館高等学校から福岡ダイエーホークスに入団し、2006年に日本プロ野球史上7人目、21世紀初、平成唯一の投手5冠を達成したパシフィックリーグ史上初の沢村賞数回受賞2回最優秀投手3回獲得するなど活躍しました、斉藤和美です。いやお前、初回でもアウト1つ使うたびに吠える気持ちを前面に押し出すピッチングで、最速135km のストレートとスライダー、緩やかなカーブ、2種類のフォークボールを武器とし、まるにカットボールやチェンジアップも交えて投球してねえだろうと、かなり今日も長いツッコミをいただいておりますはい、ということで杉内俊也です。いやそれも違うなはい、セルフツッコミをお読みしましょう。それは負けん気の強かった大栄と巨人で活躍したエースで、悔しさのあまり扇風機とか殴って両手骨折した投手じゃねえか、お前はランリーレンなとはい、本日もランリーレンさんコメントありがとうございます。イルミネーションで思い出すのは、街中でふと見かけたやつで、一軒家ごとイルミネーションで覆われたとこがあるんだけど、めちゃくちゃ綺麗、つか金かかってるんじゃねってなるけどね、わらとでも綺麗だと癒されるわといただいています。そんな季節に見たい映画はジャッキーチェンのナイトオブシャドウ魔法剣、お魔法剣はい、ナイトオブシャドウ魔法剣の曲リクエストをいただいております。ということでお探ししました。はい、1曲目は
イルミネーションの季節に見たいジャッキーチェンのねナイトオブシャドウ魔法剣という映画の曲をお届けしましょう。ジャッキーチェンさんで EC 社を春愛でございます。お聴きください。8時9分を回りました。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハです。本日もお天気からお送りしましょう。は
本日本島中南部雨のち曇りです。今週はずっと雨か曇りかでしたね。北東の風強く、のちやや強く雨、昼過ぎから時々曇り、波は4メートル。あら、波も高めですね。降水確率は午前中で 90%、 午後で 60%、 夜も 50% ということで、どちらにせよどこかではね降っていそうですね。日中の最高気温は21度。ちょっとジメッとした一日になりそうです。現在注意報いくつか出ています。お伝えいたします。那覇市で大雨注意報、洪水注意報、強風注意報、そして波浪注意報が出ています。お気をつけください。続きまして、道路高速情報に参りたいと思います。はい、本日ですね、気になるニュースありますよ。沖縄道上り、沖縄南インターチェンジから北中城インターチェンジにかけて規制は入っていないんですが、落下物があったようです。北中城インターチェンジ付近にお出かけの方はお気をつけください。落下物があったとのことです。はい、続きまして、沖縄道下り西原インターチェンジ付近ではなんと 1km の渋滞でございます。この時間にね、高速で渋滞するのってね、久しぶりですよね。この辺お出かけの方はお気をつけて、というかお早めに寝れた方がいいかもしれません。西原インターチェンジ付近 1km の渋滞下りですね、ということです。そして見たくないけれども、読み上げたくないけれども、那覇市内の渋滞情報もいきましょう。はい、今日も渋滞を示す真っ赤な矢印がたくさんでございます。雨だとね、やっぱり混みますね。年末でもありますしね。あ、年末って言葉にドキッとしていました今はい、那覇糸満線82号線上りですね。いや、上りと言わず上下上下ともに那覇市立病院前付近で 3.5km の渋滞。そしてそこから伸びる北中城線29号線、 1km の渋滞。義母付近でも 0.7km の渋滞となっております。続きまして、崎山松川線下り、那覇市松川付近ですね、 0.5km の渋滞。はい、そしてアジャの方、アジャマカビから行きましょう。アジャマカビ浦添市タクシー付近からね、那覇市に入ってくるところですね。上下ともに那覇市マカビ付近で 1.1km、 国道330号線、 1.1km 混んでおります。南にね、ちょっと行ったところでもマカビバス停付近 2.8km、 はい、となっております。北向けもね、那覇市安里駅前付近でも 1.1km ということでね、上下ともにね、330混んでおります。交差点はもちろんね、安里のね交差点はい、29号線とねクロスするところでも、那覇市安里1丁目付近 0.8km の渋滞となっております。はい、じゃんじゃん行きましょう。那覇市余儀付近でも 0.8km、 そして回し支所南付近46号線上りですね、 1.4km。 そして58号線南向け、那覇市泊まり付近で 1.4m。 お次は58号線北向け、那覇市泊まりふ頭入り口付近で 1km。 はい、そしてちょっと南下しましょう。こちら国道330号線ですね、西向け、那覇市朝日橋付近 1.4km。 はい、朝日橋付近もね、いつも混んでますね。今日もね、さらに輪をかけて混んでいます。国場付近でも 0.9km、 マザン橋北付近でも 0.5km これね、ツイキャスでご覧の方見ていたと思うんですが、すごい眉間にシワが寄りそうですねこれはい、渋滞大変なことになっています。あともう少し読ませてください。五穀神社入り口付近ね、331号線北向け 0.6km、 そして小禄の方もね、那覇市山下付近 1.3km とね、これはね、那覇市街からもね、渋滞が続いております。皆様、今日はね、いつもの4倍はかかると思って早めに出ることをお勧めいたします。そしてお気に入りの音楽プレイリストをね、運転中聴けるようにね、お車でお出かけの方は用意した方がいいかもしれません。広い気持ちで行きましょうはい、ということで道路交通情報をお届けしました。ここで1曲お届けしましょう。
ズバリ世界の終わりさんでイルミネーション。ちょこっとオフトークでございツイキャスにコメントくださっている皆様ありがとうございます。おはようございますのコメントいただいています。たけしさんからおはようございますって、おはようございます。沖縄大好きさんからはね、おはようございます、あれユーミさんだってリーキーのチェヨンさんからもおはようございます、おユーミさん代打頑張ってくださいといただいています。さきたんさんもね、おはようございますのご挨拶ありがとうございます。今日もねよろしくお願いいたします。今日はね水曜日なので、もしかしたらちょっとね調子が狂っちゃうなんて方もいるかもしれませんがはい、皆様に今日もね元気と癒しをお届けできるように、楽しい放送になるように心がけたいと思います。本日のトークテーマはイルミネーションということで、本日も皆様よろしくお願いいたします。皆様のイルミネーションの思い出、憧れ、そしておすすめスポットありましたら教えてください。
イムズと琉球新報の紙面よりお伝えいたします。沖縄タイムズ地域面から、コロナ差別防止、この言葉で啓発、沖縄青年会議所ポスター。新型コロナウイルスによる差別や風評被害を防ごうと、沖縄青年会議所は啓発ポスターと動画を制作した。沖縄、北谷、嘉手納、読谷、4市町村の27校の小学生から啓発メッセージを募集し、1枚のポスターにまとめた。担当者は、子どもから大人まで差別について考えるきっかけになってほしいと話す。コロナはいつか治るけど心の傷は治らない。言葉は時に暴力にもなるが、人を癒すこともある。ポスターには子どもたちが心を込めて書いたメッセージが綴られている。50枚制作し、学校や行政機関に配布。メッセージを約3分の動画にまとめ、動画投稿サイト YouTube 内の JCI 沖縄青年会議所のチャンネルにもアップした。発案した同会議所の大場恵梨香さんは3児の母。子どもたちの言葉から考えることで、コロナ差別をゼロにできることにつながると話した。続きまして、琉球新報市町村面から。夜空染める応援花火、節目鐘、コロナに負けず。県庁は5日、町民一丸となって新型コロナウイルスに打ち勝つことを願い、応援花火を県庁のグラウンドで打ち上げた。15分間色鮮やかな花火が夜空を染めた。同企画は新型コロナで中止となった金鳥祭りの一環でもあり、また海外移民の父、遠山久蔵が第1回ハワイ移民を送り出して120周年の記念、さらに町制施行40周年記念という節目を受けて実施。あいにくの雨となったが、60代女性は花火が降ってきそうなほど迫力があった、見られてよかったと満足そうに話した。以上、沖縄県のニュースをお読みいたしました。フリートークでお届けします。本日のトークテーマはイルミネーションです。早速皆様からコメントたくさんいただいています。ありがとうございます。ツイキャスを読みしていきましょう。長谷川純さんから、ユーミーとラジオの前のオーディエンス、グーテンモルゲン、コリンおじさんだよってコリンおじさんだよはい、申し遅れましたが初見ですともいただいていますはい、いつもの初見おじさん長谷川さん、コメントありがとうございます。イルミネーション、イルミネーションを点火したり点火しなかったりラジオンだりとすっごく懐かしいギャグをいただいております。懐かしいですね、ラジバンダリはい、ありがとうございます。自転車の店タオさんから、金曜日はコリンの小部屋が2階建て。そうなんですよ、金曜日はね2本立てでお送りします。コリンさんがねモーニングナハと、その後9時半からね、次の枠9時半からのコリンの小部屋、どちらもね出演なさいますので2本立て可愛い小部屋がね2階建てでお送りいたします。お楽しみに。はい、そして自転車の店タオさんから、みんなで自転車に乗れば渋滞解消。あ、そう、今日は沖縄は本当に渋滞しているんですが、自転車いいですね、さすが自転車の店タオさんはい、自転車ね乗りたいんですが、沖縄はね結構スコールが多かったりとか、坂がね、特に那覇市内坂が尋常でないぐらい多いんですはい、なのでみんなねスプリンターよりもねクライマー寄りの筋肉がつくこと間違いなしでございますそんな沖縄県からお送りしています。ライツさんからもグッモーニングってありがとうございます。
自転車の店タオさんから、今日私ねピンチヒッターでいつもね金曜日なので最後に良い週末をって言わないようにっていただいています。そうですね、みんなが週末だって思っちゃうただでさえ私を見ただけでね金曜日な気分が盛り上がっていると思いますが、すいません今日は水曜日ですあ、良い週末をじゃなくてハバナイスデーにしましょうね。ライツさんから、シャニカ雨、風も強いし傘が意味ない笑っていただいています。そうなんですよね、本当に風が強いだけで雨って相当ね不快になりますよね。傘を差しても濡れる、それが沖縄の雨はい、ということで風邪ひかないようにねしてくださいね。そして長谷川純さんから、今日映画行く予定だったけどキャンセル、明日以降に変更、映画行ってばいみうさがるうさがるはい、そうですね、もう私もねポップコーン食べながら映画見たい雨の日はなんて思いますね。だけど明日以降に変更とのことです。沖縄大好きさんから、送信完了ポチっていただいています。メールお読みしましょうね、ありがとうございます。はい、続きましてメールお読みしていきましょう。まずはおはようございます、ラジオネーム雨音レイニーです。あら、雨男レイニーさん、今日は雨音レイニーですとくださっています。しとしとぴっちゃん、私たちのねこのスタジオの外でもしとしとぴっちゃんと雨が降っております。今日は雨音レイニーさんということでありがとうございます。いつものコリンちゃんではなく、今日はキュートな声に癒される金曜日のユーミンさんじゃないですか。気分的に金曜日なので明日はゆっくり休もうと思います。わら、あ、ちょっと待ってください、待ってあー、レイニーさん待ってくださいレイニーさんをねお仕事休ませてしまう、このままだとはい、今日は水曜日です今日はね、箸休めとしてね、みんなの心の箸休めはい、コリンさんの言葉を借りて箸休めして、また明日から頑張りましょう。はい、そして先週だったかなの月曜のテーマスポーツ観戦では、いつだったかキリンカップでユーゴスラビア対パラグアイの試合を国立競技場に観戦に行って、ストイコビッチとチュラベスとの対決を楽しみましたと、アーカイブを聞いた時にメールしたくなったので今報告してみました。ありがとうございます。そうなんですね、スポーツ観戦、この前もねピンチヒッターでスポーツ観戦をテーマにトークさせていただきました。ありがとうございます。すごいですね、ユーゴスラビア対パラグアイの試合観戦に行ったということで、素敵、スポーツ観戦、冬もね楽しみましょう。さてさて、今日のテーマイルミネーションですね。自分は東京に住んでいるのですが、会社が観光地に近いせいもあって、仕事に終わって外に出ると周辺がクリスマスとかは関係なく、普段からイルミネーションでキラキラしています。あら素敵。こんな感じなのでクリスマスが終わってお正月ムードになってもキラキラしてて、逆にこれでいいのかなと思ってしまいますそして突然ですが整いました。おお、イルミネーションとかけて最近の子供の名前と解く、その心はどちらもキラキラしているでしょう。あー素敵ー、ありがとうございます。いつもの水曜日みたいにメールしてみた、通勤電車からは以上です。ということでお仕事行ってらっしゃいませ。素敵ー、そうですね、どちらもキラキラしているでしょう。私たちの笑顔もねキラキラになりますように今年のイルミネーションも楽しみです。はい、ということで前半終了のお時間が近づいてまいりました。また後半メールとツイキャスのコメントお読みさせてくださいね。ということで、うちなぐちなうを挟んで後半へ続く。はい、たーい、チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 NOW、 楽しんで覚えて組み総利用。今日のウチナー口はこれ、ナチブー。ナチブー、ナチブーとは泣き虫のこと、ナチブサーとも言いますね。例えばミチコんとこ一人目できたんだって。そう、でもナチブーで大変みたいよ。そういえばあんたもナチブーだったよね。帰ってから食べようと思ってたプリン、私が食べたらよく泣いてたさ。げ、あれ犯人ネーネーだったの。では練習です。ナチブー、ナチブサー。よくできました。私も最近年のせいかしらナチブサーなんですよね。
はようございます。12月9日ただいまの時刻は8時30分です。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日のお相手はピンチヒッターでユーミーこと池代由美子がお送りします。後半30分もどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、後半からお聞きの皆様おはようございます。本日はコリンさんの代打ということでユーミーがお送りいたします。そして金曜日にはコリンさんが2本立てでモーニング那覇とコリンの小部屋出演いたしますので楽しみにお待ちください。はい、本日のテーマはイルミネーションということで皆さんのねイルミネーションの思い出とかイルミネーションへの憧れとかおすすめスポットをお伺いしておりますよ。リスナーの皆さんからのリクエストメッセージどんどん募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。ツイキャスト YouTube ライブでは動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますのでご都合に合わせてお楽しみください。はい、ということで早速いただいていたメールをお読みしていきましょう。今日のトークテーマはイルミネーションでございます。はい、早速メールお読みしますよ。那覇ネーム沖縄大好きさんからありがとうございます。ユミさんおはようございます。コリンさんの代打お疲れ様です。本日も美人で太陽のように笑顔が眩しくてキラキラ輝いていて可愛いっす。キャー照れちゃう。ありがとうございます。大雨の沖縄でも心が晴れ晴れとするっす。やった。メッセージテーマイルミネーション思い出しました。何度かお話ししていましたが今年の1月にアニメのライブを見に埼玉スーパーアリーナに行きました。その時にスーパーアリーナの近くにある欅広場でもイルミネーションがありましたがとても綺麗でした。外はとても冷えていて寒かったですがイルミネーションを見たおかげで心がポカポカしました。その時の写真を添付しますと。はあ、とっても素敵な青い、ね、光と白い光がね美しいコラボレーションをしているね写真いただいています。沖縄大好きさんありがとうございます。嬉しい。私もイルミネーションをね見させていただきました。とっても綺麗です。ありがとうございます。いいですね。そう、寒い中で見るのもねまたおつなんですよね。ちょっとねこう手をすり合わせながら寒いなんて言いながらでもイルミネーションを見てなんだろうこの心も浄化されるような気分になります。はい、続いてメールお読みいたしましょう。ありがとうございます。ユミさんおはようございます。初めて投稿します。 ありがとうございます。ラジオネームブクちゃんさんからありがとうございます。今日のトークテーマイルミネーションですがやはり子供のクリーンイルミネーションですかね。大事なとこかんだイルルミって。はい、やはり子供の国イルミネーションですかねって。今年はコロナの自粛でどうなるかわからないですがレーザーライトも綺麗なのでおすすめです。また人工雪の降雪とかあるので楽しめますよ。私は子供と一緒に人工雪の近くまで行って雪を体験したのですが気温が高かったせいか雪というよりはかき氷が降っているような感じかな。あらそうだったんですね。あまりの冷たさにみんなでキャーキャー言いながら楽しみましたよっていただいています。ありがとうございます。子供の国の、ね、イルミネーション私も大好きです。小さい頃からねこのレーザーライトがね特徴なんですよね子供の国ってね。あれがねもう無性にワクワクするんですよ。私小さい頃のワクワクを思い出して今でもとってもワクワクします。そして今はね人工雪が降るということでこれはいいですね。沖縄の子はなかなかね雪を見る機会がないのでテンション上がるに違いありません。というか大人の私でもテンションが上がってしまいます。楽しみです。はい、ということでですね今日はちょっと冬っぽい曲をねおかけしようと思います。ちょっと特別バージョン稲川淳一さんの曲なんですが広瀬香美さんとご本人がコラボした曲クリスマスキャロルの頃にはを広瀬香美さんのフィーチャリングバージョンでお楽しみください。
はい、ちょこっとオフトーク。シーサーさん、那覇もユーミーさんもコリンさんも綺麗ですねって、ありがとうございます。嬉しい。今ねコメントを見ながらにやけてしまいましたそしてユーミーさんの歌を聴かせてということでね、私がね歌いたいところですね本当にはい、現在おかけしているのは稲垣潤一さんのクリスマスキャロルの頃にはという曲、それをご本人と広瀬香美さんのコラボで歌っております。クリスマスキャロルがのやつですはい、そうですね、クリスマスもう12月9日になってしまいまして、アドベントって言ってこうクリスマスのね1ヶ月前からカウントダウンをするアドベントカレンダーっていうのが欲しいななんて思っていたら、あっという間にもうクリスマスまで20日もありません。というかもう20日あったら年末になってしまうような感じですねあ、シーサーさんからいい感じですよってありがとうございます。コリンちゃんは今日休みなの、ユミさんが代打ですかって、同じくシーサーさんからいただいておりました。ありがとうございます。本日のトークテーマはイルミネーションでお送りしています。後半もよろしくお願いいたします。ただいまの時刻は8時40分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。後半もお天気からお届けしましょう。本日本島中南部雨のち曇り、北東の風強く、のちやや強く雨、昼過ぎから時々曇り、波は4メートルだそうですよ。高い高いですね。降水確率は午前中で 90%、 午後は 60%、 夜も 50% あります。日中の最高気温は21度とのことなので、雨が降っていなくてもちょっとジメッとした一日となりそうです。続きまして、気象警報注意報、現在那覇市には大雨注意報、洪水注意報、強風注意報、波浪注意報が出ております。強風で大雨だなんてもうびちょびちょですねはい、もしかしたらねちょっとした着替えは持って行った方がいいかもしれません。歩く時間がね長い方はね、お出かけの際は濡れないように、風邪をひかないようにお気をつけください。続きまして高速情報に参ります。はい、
先ほどですね、ちょっとね気になるニュースがあったんですが、落下物があったとのことなんですが、現在はね解消されているようです。沖縄道下り汽車場トンネル出口から山里バスストップにかけて現在工事のため規制がかかっております。そして同じく下りの西原インターチェンジ付近では1km の渋滞、まだ解消されていないみたいですね。西原インターチェンジ付近通る方はお早めにお出かけください。続きまして那覇市内の渋滞情報をお届けしましょう。まずは首里近辺から。那覇糸満線82号線上下ともに 3.3km の渋滞となっています。那覇市古島インターチェンジ付近のあたりですね、かなりね混雑しております。東原本通り28号線北向け那覇市義母付近でも 0.7km の渋滞。そして糸満線82号線ですね、 3.3km ずっと続いていますね。続きまして330号線330南向け、これは南向け北向けと言わず上下ですね、こちらも 3.3km の渋滞でございます。続きまして崎山松川線下り那覇市松川付近ですね、こちらも 0.5km の渋滞。そして与儀付近でも 0.8km、 この辺の交差点はねもうかなり混雑している感じですね。続きましてアジャの方に参りましょう。アジャの方からつながって国道58号線南向け那覇市泊付近までね 1.4km の渋滞。そして北向けもね那覇市泊ふ頭入り口付近から 1km の渋滞となっております。那覇市国場付近では 0.9km の渋滞。そして小羽倉の方に参りましょう。国道507号線小羽倉付近では 1.5km 一部上下ともに渋滞しております。いつもの明治橋もやっぱり 0.8km 渋滞。そして那覇市山下付近 1.3km の渋滞となっております。皆様今日はね渋滞三昧ですが、どうかどうか心に余裕を持って、時間にも余裕を持って、穏やかにね皆様がドライブできますようにお祈りしております。ということで以上お天気交通情報をお届けしました。はい、ここで後半最後の曲お届けいたしましょう。皆さんがね穏やかに気持ちよく本日を過ごせるように、ジュジュさんの優しさであふれるようにをお届けします。お聴きください。ちょこっとオフトークでございます。はい、雨男レイニーさんからそろそろ仕事に行ってきますっていただいています。おはようございますのねコメントもありがとうございました。そしてメールもいただいてしまって、そして整ったはい、ということでねありがとうございました。沖縄大好きさんからね座布団10枚いただきました。なので高い高い位置からねお仕事に行ってらっしゃいませ。 Wi-Fi がつながるので会社のビルのロビーで聞いているのですが、ツリーと飾りがキラキラとイルミっていますって、ありがとうございます。雨男レイニーさん、お仕事行ってらっしゃいませということで、皆様今日はイルミネーションをテーマにお送りしています。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染者、昨日のね感染者は新たに28人だったそうです。お伝えいたします。はい、そしてまずは沖縄タイムズの記事からお届けしましょう。コロナ差別防止、この言葉で啓発、沖縄青年会議所ポスター。新型コロナウイルスによる差別や風評被害を防ごうと、沖縄青年会議所は啓発ポスターと動画を制作した。沖縄、北谷、嘉手納、読谷4市町村の27校の小学生から啓発メッセージを募集し、1枚のポスターにまとめた。担当者は子どもから大人まで差別について考えるきっかけになってほしいと話す。コロナはいつか治るけど心の傷は治らない。言葉は時に暴力にもなるが人を癒すこともある。ポスターには子どもたちが心を込めて書いたメッセージが綴られている。50枚制作し、学校や行政機関に配布。メッセージを約3分の動画にまとめ、動画投稿サイト YouTube 内の JCI 沖縄青年会議所のチャンネルにもアップした。発案した同会議所の大場恵梨香さんは3児の母。子どもたちの言葉から考えることでコロナ差別をゼロにできることにつながると話した。続きまして、琉球新報より、夜空染める応援花火、節目を兼ねてコロナに負けず。金町は5日、町民一丸となって新型コロナウイルスに打ち勝つことを願い、応援花火を金中グラウンドで打ち上げた。15分間色鮮やかな花火が夜空を染めた。同企画は新型コロナで中止となった金町祭りの一環でもあり、また海外移民の父遠山久三が第1回ハワイ移民を送り出して120周年の記念、さらに町制施行40周年記念という節目を受けて実施。あいにくの雨となったが、60代女性は花火が降ってきそうなほど迫力があった、見られてよかったと満足そうに話した。以上、沖縄タイムズと琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。お届けしましょう。本日のトークテーマはイルミネーションです。早速メールを読みします。那覇市のマスクマンさんからありがとうございます。ユミさん、グスー用中華なびら、那覇市のマスクマンです。テーマ、イルミネーション。自分が住むアパートの近くにアマビエのイルミネーションが輝いています。いつ収束かわからないこのご時世のイルミネーション、ありがたいですといただいています。アマビエ、あのね、疫病をね退けると言われているアマビエ、今年ね一気に知名度が上がりましたよね。私もね、今年になって、このコロナ禍になってからアマビエという存在を知ったんですが、そのイルミネーションがね輝いているということで、見る人もねほっこり心が温まりそうですね。素敵なイルミネーション、今年ならではかもしれませんね。続いてツイキャスも読みしていきましょう。あ、シーサーさんから、コリンちゃんは今日は休みなの？ユミさんが代打ですかっていただいています。そうなんです、今日はユミがお届けいたします。
ても水曜日なのでご安心ください。はい、金曜日とね思ってしまいますよね。はい、ありがとうございます。たくさんツイキャスにコメントいただいております。ライツさんからイルミネーション見ながら食べるアンパンは美味しいっていただいています。アンパンなかなかあれですね、こう張り込みみたいな張り込み刑事みたいですね。アンパン食べながらイルミネーションはい、いいですね。あの感染対策にはね気をつけながら食べながら見てください。はい、そしてお家の中でねちょっと充実させるって人もいるかもしれないですね。今年はなかなかねコロナ禍でねお外にお出かけって難しいかもしれないんですが、密にならない程度にねみんなで楽しめたらななんて思いますね。かっちゃんさんから、おお、かわいいユーミー、リスナーの皆さんおはちょーい、あ、コリンちゃん休みなんや、ユーミーやから金曜日と間違えるっていただいていますすみません、皆さん重ね重ね、今日は水曜日ですはい、そしてコリンさんからもいただいています。おはちゃん、ユーミーさんありがとうって、こちらこそ。はい、コリンさんからもいただいていました。金曜日はねデラックスコリンさんでコリンさんの2本立てお楽しみにでございます。はい、そしてコリンさんからね、シーサーさん、かっちゃんさんに向けて、みんなの曜日感覚を狂わすのも楽しいものですなってなるほど、これをね楽しみに変えてしまう、さすがです確かにそうですね、皆さんたまにはね曜日感覚一緒に狂いましょう私結構狂いがちなんではい、かっちゃんさんからイルミネーション、かっちゃんはね今年の神戸のルミナリエが中止だから残念、好きな人とどこかのイルミネーション行きたいなっていただいています。そうですね、早くねコロナ禍も収まっていろんなイベントが復活しますように願っています。はい、ということでね、伝承菊なんかもね沖縄は有名なんですよねはい、菊をね栽培の関係上日照時間が短くなると花を咲かせるっていう菊の性質を利用してね、人工的に光を当てて開花時期をずらして栽培される菊のことなんですが、これもねイルミネーションに利用されたりしますはい、ということで急ぎ足ですが、本日もユーミーがお送りしましたモーニング那覇、金曜日はコリンさんが登場しますよ。皆様も良い一日をだね、週末じゃないですよ良い一日をはい、ということでツイキャスの皆様もたくさんコメントありがとうございます。シーサーさんからユミさんおもろいやんっていただいています。やったはい、イルミネーションでお送りしましたが、皆さんは今日はね、今日はじゃないな、今年はイルミネーション見に行くご予定はありますでしょうか。なかなかね密にならない程度に風通しの良いところでね楽しみましょう。まあ、もしくはねお家の中とか、あとはですねもし撮った写真、なんか去年までに撮った写真がありましたら、写真のねアルバムを整理しながらなんてね、去年のもの意外とね撮りっぱなしっていうのが多いので、イルミネーションの写真ってはい、そんな感じでお家でイルミネーションも楽しめそうな今年だなと思いました。ということでツイキャスをご覧の皆様もありがとうございました。最後にもう一度言っておきますね、本日水曜日ですはい、ということでハバナイスデイと申しておきましょう。皆様今日も良い一日を。私とはまた来週ですね、金曜日はコリンさんが来てくださいます。ということでまた来週お会いしましょう。皆さんバイバイ、ハバナイスデイ。